えー、北海道で米農家をしています。えー、現在農協がサムのニューウェブサイトなどの、B2C がサムのです。今後も米農家として、とし米農家として一生、一生やっていくつもりですが、三崎さんであればどのように事業展開していきますかあ、これは素晴らしくて、えっ、ー、と、今米農家が困ってることって、えー、米って皆さんどういうふうに値段が決まるかっていうと、農協とかに持ってって、農協さんが米の値段を決めるんですよ。なので、ある種米農家さんっていうのは、農協の言いなりなんですよね。 農協が神で、農協がいくらって言ったらそれで売らないといけないみたいな仕組みになってるらしいです。それがもうすごく問題で、えー、農家さんの収益性が上がんないねっていうのが課題だったんですけど、今この質問者さんのように B2C で、えー、自分たちが米を、えー、ブランドを作ってですね、直接消費者の人に自分たちが好きな値段で売る。これが、えー、今できてきてるんですよね。 で、こういうふうに直接消費者に売れば中間マージンもいらないです。えー、自分で値段も切れます、えー。送料ぐらいしかかかんないです、えー。だから高い利益率を担保できるんですよ。これは素晴らしいことだと思っていて、えー、僕であれば事業展開としてはどん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 その B2C の、えー B2C で消費者に直接売るような、えー、スタイルっていうかビジネスを拡大していきます。はい。なんで、農協の比率が3分の2なんであれば、僕はどん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 それを、シェアを上げていって、ウェブサイトからの B2C の比率を、えー、5割、6割、7割と上げていきます。はい。で、えー、消費者にとってもすごくお得で、えー、農協さんの手数料がかかんない分、え安く、いい米を買えたりするんで、お互いにとってめちゃくちゃウ意味なんですよね。 なので、えっ、ー、と、高利益率を担保できるし、みんな喜ぶと思うんで、ぜひそうしていってほしいなと思ってます。